時刻は午後7時になりました。ここからは愛知県東海市にあるメディアス FM からお届けするビートアラウンド834サテライトフラッシュ。毎週月曜日は吉本興業所属ブロードキャストの坊野文則と。吉村健二がリモートの生放送でお送りしていきます。痩せならよ。幸せな、ゴルさん。吉村さん。はい。もう世間お盆休みだよ。ねえ。うん。ちょっと。うん。そうよ。大丈夫？大丈夫？大丈夫？大丈夫なの？元気いっぱい？元気いっぱいよ。まあ、ちょっと前回都合により、ちょっとお休みさせていただきましたけれども。ボーノさんの声がね、聞けてね、みんなもね、今聞いてくれてるさ、リスナーの皆さんも、ね、旅行の友も嬉しいよ。旅行の友？ちょっと待って。え？これいっぱい説明いるんだけど。え？俺、今日のさ、ツイッターに告知動画を吉村さんがまた載せてくれてね。で、まあちょっとこれご確認いただきたいんですけれども。見ました？それでなんか、この被り物がね、まあ毎回やってるけれども、今回もやってて、なんか緑、赤、黄色のね、なんすか？どう形容していいかわからない被り物つけてるわけ。なんす今か？回。これ吉村さん何？旅行の友だよ。あ、ちょっとごめん、本当に何？ボールさん、ボールさん、あなた岡山でしょ？岡山県だよ。ちょっと待ってください。本当はね、あなたの、ピンときた顔を俺だけが見れるっていうのは嬉しいです。ピンとくるから大丈夫。旅行の友知らない？わかんない？あわかんない。なた、ふりかけ食べてました？食べてた。田中のふりかけ。なんすか、田中のふりかけって。田中のふりかけって多分だけど、九州地区、中国地方、関東の方はあんまりわかんなかったんだけど、卵、卵、海苔玉。のりたま、海苔玉とか、なんでしょうね。いろんな種類が、パックに入ってるふりかけある。そんなんある、そんなんある。あるでしょ？小袋で、弁当に入って、ここちょっと入ってたら嬉しいやつ。ああ、あったね、あった。あれの旅行の友。いや、だから、それがわかんないんだけど。あれ、これ、ちょ、待ってください。その東海地方の方は、わこれかがるのね、か。わかる方とわかんない方がいるんですよ。で、これ、青い袋で、旅行の友ってね、パッケージ、ちょっと、斎藤さん、わかります？ちょっとわかんない。東海の じゃあ、ただ俺がただ、ふざけてるやつみたいな、これな、しかもふざけ方もよくわかんないふざけ方してるみたいな、一番これダメな。なんか、だから、僕は、今、旅行の友って言われて、あ、ふりかけだって分かったんです。ただ、それは違うの。幼少期の思い出からじゃなくて、以前、吉村くんから好きなんだよね、旅行の友がっていうのを聞いてたから分かった。俺言った。 言ったことある、言ったことある。しかも何回か聞いたな。俺で、ちっちゃい頃から、ボールさんの記憶の中でちょっとだけすり替わってるのは、好きではないのよ、別に。あ、好き？ なんていうの、いろいろね、小袋が、こうあって、それが一パックになってる田中のふりかけって、結構中国地方なり九州地区の方は絶対知ってる。広島なのよ、これ。確か会社が。で、そう。で、のり玉とか、いろんな種類の、種類があって、たらこ味とか、いろんなのがこう、カラフルな色でこう一パックになってる。その中で、旅行の友っていう味が唯一ね、いつも家で残ってたのよ。だっね。て、あ、味なんでしょ？しかも。そう、そう、味、旅行の友味なんだよ。ちっちゃい頃の俺からしたら、これ何なの、あなたはってずっと思っいや、てなんて。か、じゃあ、話面白いな、これ。これ、でも思います、俺、本当に幼少期の頃から、あなたは何味なのって、このそうやページな。に映ってる、あなたは友なんですかね、わかんないですけ確かどっに、確てかに。ちょっと思っまあ、てて。若干。で、俺はネットで大人になって調べたことがあって、なんか、なんだ、鰹節とかなんかこう、細かくまぶした、なんかこう、保存が効く。だから旅行。旅行、そうそうそう保そうそう。存が効くから旅行の友。なんかいわゆる昔はこう、いろいろな争いがあったじゃない。で、その争いに持っていきやすいような保存が、ああ、長なる期ほど、なるほど。ような作り、だから歴史も古くて、へえ。
そうそうそう、これだ、まあ、ただこいつがこれどういう意味なのか全く分かんなくて、全く分かんないな、それもな、分かんないでしょ、うん、これでこいつがずっと気に、で大人になって俺は旅行の友絶対やりたいなと思ってて、そんなやついねえよコスプレやりたいななんて思うやつなんていねえよ。いや、念願かなって旅行の友になれたという。あ、そうそうか、じゃあおめでとうだわ、はい、これでございます。ちょっと撮りますね、いいですか。うん、でもあれだ、なんすか、今日はちょっとそれに関連してるわけじゃないけどさ、はい、吉村さんが、はい、あの設定してくれたテーマもさ、うん、あの夏の一杯食うって言っちゃおう、2023うこの飲み物に恋をした、だからそうですよ、この好きな飲み物な、そう、あの、まあ、あるでしょ、うん、に苦手だったけど好きになったとか、いろんなパターンあるよね。うん、このパターンもあるし、言っても今日は大野さんの声が聞けるし、うんうん、俺一人でね、あのただただテンパることはないわけよもうあのテンパらないでしょ、もう二十何年もやって。いやでもやっぱ大野さん分かるでしょ、そのなんかこう、うん、相手がいて、しかもまあ相方だから、まあもうまあ空気も分かるし、あうんの呼吸ってやつね、ま、あうん、ま、間合いもまあ取れるし、まあ、何言ったらこう返ってくるとか、これ言ったら伝ってくれるだなんだとかあるじゃん、うん、で受け身がいる、聞いてくれてる人がいるっていうのと、一人でずっとこうなんか、あ、まあ、ね、リスナーの方に喋るって、まあ、やっぱこれ、ね、一人でずっとやられてきた人じゃないと培えない技術だもんね。これボールさん分かるでしょ、でもね、分かる分かる、あれむずいのよ、むずいよね、あれ別物だよね、うん、別物、全然別物、一人で喋られるのはね、ほんでもってラジオだったら、うん、なおかつ皆さんのメッセージも読みながらだし、このメディアス FM のディレクターの顔が見えてて、俺がボケたりして受けてるかなってこう確認しながら、 あんまり受けてねえやとか、あ、これで受けてなかったらそこを、いじったりとかもしつつ、こういろいろバタバタするんです、バタバタ、まあまあバタバタするな、あ、はい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 、モノさんが一応ね、そのなんか先週はあれですよね、こう アイスの中に入ったんでしたっけ、それでアイスの中に入ったって何、コンビニのあの、あ、あの、はい、あそこに入って、そう、うん、写真を投稿かなんかして、そうそう、投稿して、それで、うん、めちゃくちゃ古くないそれあったなあ、あったでしょ、あれはちょっと久しぶりだからってか懐かしい、 あんな若者になるなってみんなが思ったやつな、そうそう、もしそれで俺がボケるんだったら大体あのお寿司ペロペロなんだけど、俺はそっちに行きました、あ、なるほどなるほどじゃねえよ本当にまあいろいろあるわ、よかった、復活してよかったですし、ありがとうございます、飲み物ね、そうそう、で、あれですわ、ツイッターのフォローもやっていただいて、はい、その飲み物のメールもね、どんどんちょっとね、送っていただければ、はいはい、嬉しいかなと思います。はいはいはい。あ、吉村さん、じゃあ、もう曲ですよ。はい、曲っていうか、オーバーをしてるわ。そうだよね、本当に。うん、本当。旅行の友のせいですね。旅行の友のせいで。わかりました。本当にシンプルに味言ってほしいよな、はい、本当に。そう、あれ味をね、俺本当に言ってほしいなと思って、旅行の友って何なんだろうってずっと幼き頃から思ってた。まあまあまあ、まあいいや、じゃあ、はい、曲いきましょう。そんなことで曲いっちゃいましょう。いきましょう、ももクロちゃん、ココナツちゃん。愛知県東海市にあるメディアス FM から生放送でお届けするビートアラウンド834サテライトフラッシュ、吉本興業所属ブロードキャストの坊野文則と吉村健二がこの後午後7時半までお送りしていきます。はい、ということで夏の一杯食うって言っちゃおうというメッセージテーマをね、ちょっと、はいはい、どうしました、坊野さんが読むね、その愛知県東海市にあるメディアス FM からのところも、はい、まあ俺前回読んだわけですよ。 ありがとうございます。はい、で俺愛知県東海市にあるっていうところね、愛知県豊橋市にあるって言っちゃった豊橋市好きだわ、ごめん、そんな、まあまあまあ、それは豊橋の人も喜ぶわ、もうそんなどっぷりハマってくれてんだと、うん、まあその代わり東海市の人が怒るけどなそうああみたいな、ごめんなさいと思って豊橋しすぎた結果ごめんなさい、ああしすぎたな、なるほど、なるほど、お帰り来てる、はい、はい、じゃあちょっと読んでいきましょう、ゆかりさん、はい、ラジオネームイカリさん、私の夏の一杯はカルピスと麦茶です。暑い日に飲むと最高です。そうだな、ほんとそうなんですよ、あの麦茶ってなんか今もね、うん、うん、どこのちょっとメーカーか忘れたけど、この夜間の味がするみたいなんとかも出てたりする、ね、夜間の味って なんでいいんだろうね、あれね、あれなんだろうね、うん、で家にある夜間ってあれいつまでも使うよね、あれすごいよな、実家のあれ なんなの、日本が発明した中で結構もう上位に行くんじゃねえか、夜間って。いや、日本なのか知らんけど。あ、まあそうね、元がね。夜間って物持ちがいいし、あと、その、カルピスさ、
はい、カルピスもね、夏なんですよ。なんかイメージ的に俺盆踊り踊った時にね、もらえるとかのあったんですよ。俺はあれだな、お中元であのオレンジが入ってた時がやっぱりな、当たりなんだ。あれ普通のオレンジジュースでいいじゃんって話なのに、なんかカルピスのオレンジってテンション上がってたんだよな。いやもう違うんだよ、それがもうそれだけで一手間がなんかさ。ああ、一手間か。なんかね、これ問題として一個俺が提示したいのは、うん、あの、うん、うちはあの夏だけだったんですけど、大野さんちはその麦茶って年がら年中ありました。あ、うちも夏だけだ。あのでも家によってあるよな、あの年がら年中の家。うちいとこんちそうだった、年がら年中麦茶あるやん。そうそうそう、いや一年中やってますのっていう。我が家は夏だけしかあの出てこない商品ですけどって思って、あれでもカルチャーショックだったよな、それ知った時。おい、一年中麦茶ある家あるぞって言って。あれ違うんだよね。まああと牛乳を俺はご飯と一緒に出てくるのに驚かれる。ああこれでもあるでしょ、それ家によってあるでしょ。ある、いる、ね、いた。僕の多分僕も小さい頃は、めちゃくちゃ小さい頃はそのパターンもあったんでしょうけど、飲みすぎて嫌いになった時期があったから。ああ、そうですね。ね、なんかもう大人になったらもうのあんま飲まなくなったし。お、飲まなくなったけどね。でもまあ美味しいんだよね、牛乳も、ね。美味しい美味しい、全然好きで俺飲んでましたよ、よく。そうよね。はい。麦茶のカルピスは夏のイメージだ、確かに。イメージね。はい。じゃあラジオネーム鴨鍋。はい。お疲れ様です、鴨鍋です。ボーノさん大丈夫ですか？ありがとうございます、大丈夫です。吉村さん。今日のテーマって言われてましたっけ？聞き逃してらっしゃる。でも台風が直撃しそうなので気をつけましょうね。ボーノさん名古屋来てくださいね。選挙走ということで。あ、そうよ。うん、あのもう愛知の方は気をつけないと。うん、あの明日ですか？明日です。明日です。はい。最接近はね。今もう風強の雨強にちょっとずつなってきてますね。いやー、この防災っていうのをね、しっかり皆さん本当に気をつけていただいて。でもすごいよね、なんかやっぱ技術、うん、日本のっていうか世界のなのか、うん、分かるんだね。あの子供みたいなこと言うけど、その台風が明日の 何時とか来るとかって読めるし、分かる。どうやってなんだろう、いつも思うんだよ。それはまあ専門家じゃないから分かんないけど、うん、そう、うん、読めるのよね。え、うん、まあ俺もう自分のね、ボーノさんの、ちなみにまあちょっと飲み物の話戻るけど、うんうん、皆さん台風は気をつけつつ、うん、一番は何なんですか、ナンバーワンちょっと聞かせてもらっていい？いやいや、その今の自分も今考えて難しいなって思ったんですけど、うん、それ例えば頻度で言えば、うん、あの水とコーヒーになるのよ。あ、うん、じゃあ商品名でくださります。うん、商品名はその、はい、それも考えたら今じゃないんだけど、やっぱ小さい頃、はい、もう好きすぎたのは、うん、あのメロイエロ。うわもうめちゃくちゃ、うますぎるだろうっつって。ああ。おー、それ、しかも夏のイメージなの。ああ、夏、うん、そうね。炭酸のああいうのってね。うん。ああ。メロイエローが好きだったな。今、あんま見ないというか。そうなのよ。あ、でも、あるんでしょうな。いや、あるのかな？あるにはあるんだけど、なんか、コンビニに常に常備のものではないというか。うん、ああ、そうね、そうね。うんうん、てか、あの、いきなり時代が感じるものが来たよね。そのメロイエロー、うん。もうメロイエローはほんと好きだったんだよな。うまかったわ。いや、確かにあれも飲んでたし、うん、なんかあの辺のね、頃のあのあたりのなんか本当に体に悪そうなじゃないけど。うん、そう。その感じがいいのよ。うん。あれが、なんかもういいんだよね。色合いがもう、それ来ますかっていう。そうそうそう。いいのよ。あの、うん、飲み物で、これ人気あったのになくなるだろうみたいなのも。はいはい。あるじゃんか。あれなんだっけ、サバ、あのカルピスのその、サバ汁サバ汁。俺、夏の暑い日にサバ汁さ、俺、真っ先言うよ、これ。話題的に面白いから。俺さ、夏の暑い日にサバ汁飲んでたんだって。面白いからすぐ言うよ。そうだよ、一番に言わなかったってことは飲んでないよ。飲んでねえんだよ。あ、ブランカとか。ブランカなんかなんかイメージあるな。あるだろ、多分ブランカなんだよ。あのホワイトの、これも、またカルピス系に。はいはい。いや、あのね、言っても、あの、アンバサとか。アンバサな。うまい。そう。アンバサがね、うん、今はある、なんかちょっと一時期なくなったりとか。そう、なんか、例えばじゃあ、ファンタで、いや、その味なんで一瞬で消えるのみたいな。ああ、なるほどね。
なんか何味か、うん、もうめちゃくちゃ出てて、でも地域限定だったりもあるんだけど、うん、ああなるほどなるほど、みんな大好きじゃん、もうファンタって、うん、俺はもうナンバーワンはもうコーラ、あコーラね、ずっとコーラいい、ね、コーラはうまい。あ吉村さん、ラジオネームようこさんが、お夏の飲み物といえばやっぱりコーラしかないですよねって言って、そうか、でも、ね、学生の頃は炭酸が飲めませんでしたが、友達が美味しそうに飲むので、毎日一口ずつもらって練習してました。むちゃくちゃ可愛いやん、これ。可愛いエピソード。練習？練習。でも今はもうコーラ大好き。なるほど。なんか、炭酸をさ、飲めない方いるんだけど、なんかね、いやいや、いいんだけど、その人はその人だからあれだけど。うん。いや、俺思うんだけど、飲めないってなんだよって思っちゃう。いや、やめろ、お前。えそれなんかやっぱりその刺激じゃんあれって。いや刺激だけど、いや飲めるじゃん。いやまあそうだから、きついってことない。シャ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 って言って、いややめろやめろやめろって言って。あそういうこと、いや飲めないって言うけど、いやいや飲めはするじゃん。飲めるじゃんって。だからまあもしかしたら飲みにくいが正しいのかもしれないね。ってことは例えばコーラは炭酸が抜けた、うん、そのスポーツ やってる人とかに炭酸の抜けたコーラがめっちゃいい糖分がめっちゃ取れるみたいな話があるように、うん、これだったら飲めるとかってことなのかな、炭酸が。かもしれない。そうそうそう、やっぱあのシュワシュワがなかなかきついよっていうのだと思うんだよ、やっぱ炭酸。いや俺その電車に乗った時にこうね、うん、ドリンク持ちながら電車ダメでしょ。ああいや別にドリンクそのペットボトルとかだったらあのそのなんていうのその紙コップダメでしょ。怖いな、ちょっとまあいるけどなそういう人。うん、でも、うん、ペットボトルで俺ねもうコーラ好きだからね、うん、乗るじゃん。で電車座って、うん、家にあって、まあ家にあってプシュって、あ家にあったやつじゃない買ったやつだプシュってやったら、うん、炭酸がさ、うん、入ってるからシュって、え誰かが振ったのか、なんかコンビニの店員さんとかがなんか落としてなのか、うん、うわで振られてる状態よ。えなんで電車よ。えそうでなんで、でも俺はもう口でもパッって押さえて、あパッて押さえて、最後にマジでフッて押さえて口でこうでこうで吸いながら、うん、でもちょっとだけ周りの人は騒然としてる感じもあった。そうだろうな、あれあれって言うもんな絶対なるもんな。シャーって俺の隣結構満車あの、うん、その満員電車満車駐車場ごめんなさい満員電車、あ満員でな、で上がってきたのをパッて口で止めて、うわ、うん、ちょっと やっちまった、でも周りちょっと見られてるなと思いながらパッてこう前を見たら、その前にこうつり革持って立ってるおじさんが、うん、こっち見てグーってこうやってイエーイって押さえたの、やっとねやったね、うん、もう何も一言も発せたぜグーよかったね、うまいねやったねっていうのを、ね、炭酸ってだからそういうあの、うん、振られてるとかさ、うん、まあね、その 危なさもある。あ、お盆休みは仕事の福岡のともしげさん、これ炭酸じゃないけど今日のテーマならやっぱりビールね。それも普通のビールじゃなくご当地のクラフトビールに限りますよね。お、これいいんだよね。確かにね、俺もどっか行ったらねそこの土地のビール飲むのが好き。違うもんなんですかやっぱ。うん、多分。まあ気分的なものも。うん、そうもう相まって、でもうまい、なんかやっぱ。うん、クラフトビール、うん、飲めるようになりたいんだよな。うんうん、美味しいのよやっぱりね、うん、やっぱそう、ビールお酒飲める方はいいだろうね。そうだね、夏はね。そろそろ吉村さん、はい、お時間で曲に行く時間となってまいりました。ちょっと待ってよ、まだトークセッション始まったばかりだぜ。おいえ、トークズセッションって言ったのか今。トークセッション。あ、トークセッションな。トークセッション。俺たちのトークセッション、うん、フリースタイル、トーキン、うん、トーキン。まだ、こっからトーキングブルースはまだ俺たちの、うん、奏で始めたばっかりだぜ。おぼついてねえなら喋んじゃねえ、この野郎、お前。まだまだ止まらねえぜ。いや、止まるんだよ。曲だよ。曲ですか。曲だよ。わかりました。じゃあ、あの、我々の友達。はい。うん、友達と言うにはおこがましいか。ああ、なるほど。はい。でも友達です。うん。うん、アジアンカンフージェネレーションちゃんで、ループ&ループちゃん。愛知県東海市にあるメディアス FM から生放送でお届けしてきました、ビートアラウンド834サテライトフラッシュ、ブロードキャストの坊野文則と、吉村健二がお送りしてきましたが、ここからは、秋人さんに参加してもらいます。どうぞ。いや、来ねえわ、アキトさんはいきなり。俺も来ない。だから会ったことないんですから、まだ。お会いしたことないんです。お、吉村さん。
はい。これ、メッセージテーマ。あの、すみれちゃん。あ、ラジオネーム。あの、旅行の友が全然わからなくて検索しました。吉村さんが被ってたものそのままでした。ほらね、ほら見よ。ほら見よ。検索したら笑えるという。うん、そう。ぜひね、クオリティ完璧なんで。よかったな。うん、通常。うん、じゃあ、ばばっとね、ちょっと、メッセージ。なんか、陽一さん、最近濃いお茶ばかり飲んでますと、体脂肪を減らすことができるというキャッチフレーズに枠、愛飲してますと。なるほど。うん。お茶はね。うん。あ、カムナベさんも、飲み物っていうのを把握していただいて、ボスのフルーツオーレ。あ、ボス。なるほどね。ボス、これやばいよ。このシリーズやばい。これ好き？フルーツ乳乳とか、あ、フルーツ乳乳じゃない、コーヒー乳乳めっちゃうまい。コーヒー乳乳？コーヒー乳乳。乳乳みたいな言い方で乳乳。うん、乳乳言い方みたいでミュウミュウ？乳乳、牛乳みたいな言い方で乳乳。あ、牛乳みたいな言い方で乳乳か。乳乳。はいはい。あ、めっちゃうまい、この。あ、ラジオネーム CM さん。私はほとんどお茶しか飲めないんですが、唯一恋をした飲み物は、以前セブンイレブン等で販売していた体リフレッシュ茶のレモン風味の緑茶ですと。美味しそう。面白い。一時期ずっと飲んでいました。目標は、いつか吉村さんが入れたコーヒーを飲めるようになることです。あ、そう、俺コーヒーをね、入れれるようにね、なるつもりなんですよ。うん、なるつもり？なるつもり、カフェ村。あ、面白いな名前。カフェ村？はい、しますんで。あ、どっかでそれ言ったのね。そう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 。ああ、そういうことか、そういうことか。うん、なるほど、なるほど、うん。ちょっと楽しみしてるね。うん、コーヒーをじゃあうまいこと入れれるように。うん、そうそうそう。いや、あなたもコーヒーに目覚めてきたの？コーヒーね、そうなのよ。俺、コーヒー毎日飲むし、そう。まあね、ボナさんはもう、俺がコーヒー飲めない頃からの、うん、あの、知っているんで、コーヒーに砂糖を2つ入れて飲んでた頃。うん。ね、うん。で、あの、デニーズで、某デニーズで。あのデニーズ全部言ってるよ、お前それ。時にこう、うん、あのコーヒーを頼む、おかわり自由だからコーヒーを頼んで長居するんだけど、砂糖を2つ入れてそれ甘々のコーヒーにして飲む時から今はもうブラックです、絶対。あ、そうね。もう今やそうです、うん、あのこの前ね、ストリングス名古屋っていうねホテルがあってね、うん、そちらに行ってあのアフタヌーンティーをいただいてきたんですよ。なんかおしゃれな、うん、めちゃくちゃ美味しかったよ。あ、そう、いいね。そのまちょっとあのスーパーフード協会の方の、ご紹介でちょっと吉村さん来ませんかっていうことで、でスーパーフード、まあ、キヌアとかが使われたフルーツというかこうスイーツたちがこう段になってて、こうお姫様みたいな状態に俺どこにいるんだ俺と思いながらいや本当だよ、どこに何をしに行ってんだよ。違和感しかないと。いやでもまあそのスイーツ男子じゃないけど、そういうのもね、言葉もあるようにやっぱ、うん、こういうところでね、あの、うん、美味しいもの食べ、まあ、デートとかにもいいんじゃないかなっていう。そりゃそうやな。うん。あ、吉村さん、もう時間だから、ちょっと来週のメッセージテーマ。オッケー、決めてました。夏の、うん。あなたのかき氷。今決めたろ、お前。いいえ、夏のあなたのかき氷。にょろ2023。やっぱり、頭にキーンときた。これなんかちょっとだけうまい。いや、うまかねえよ、ほんで。まあいいや。まあいいや。うん、じゃあ、それしましょう。かき氷、ちょっとみんなに聞こう。うん、みんな好きな味あると思うんで、はい、いろいろ。そうね。はい。ということで、お時間でございます。この後は再び、アキトさんのビートアラウンド834でお楽しみください。ここまでの相手は、ブロードキャストの坊野文則と。よし、村健二選手、当てならんよ。何て言ったんだ。じゃあ、曲紹介してお別れしましょう。最後の曲、私の大好きな小沢健こと小沢健二ちゃん、今夜はブギパクチャ。